今週も始まります、シュガシュガ。絵面を見ての通り、うちの純正さんはちょっと、なんかの病気、なんかの病にかかって休みです。なので、今日は、ちょっとうちの店から3人精鋭部隊をちょっと呼んだんで、紹介したいと思います。どうぞ。どうも。イエーイ。これ位置的にあれかな。大丈夫これ。大ちゃんこっちやろ。僕こっち。ということは俺こっちか。はーい、ま、でもこっちに2つ動かされました。そうこっち3つ動かされた。あと溶錬金って何。溶錬金は知らないですね。はい、はい、もう今日のメンツはこれ、はい、だからカズですね。どっちかね。だからもう、はいはい、ほぼつまんないと思うからちゃんと言ってくださいそれはでも笑えない。今日は先に言っときますよ、今日はつまりませんからね。え、本当にそう、もうマジで。いつもね、結構いろいろ企画を考えて、うん、何しようとか、あれしようとか似顔絵とかね、なんかやってるでしょ。決めてきてるんですけど、はい、見てましたよ。まあもう今日はこれよ。今日もうだって、もうだってフリートークですよ。いや、もう打ち合わせナッシングっすよね。そう、何も決めてないんで辛いでしょ、俺が一番辛い。辛いや、やばい。なんでですか。レギュラーメンツからしたらね。なんでそんな辛いんですか。まあ、でもレギュラーメンツからしたらやっぱこうね、はい、新鮮だね、はい、いいね、たまにはなんで、まあもう、はいはい、数で攻めてこう。いろんな、そういろんな内容の、はいはい、トークをね30分間確かにして行こうかなと。で見てくれてますもんね、だってリスナーさんからしたら。そうですね、すごい嬉しいですね。ってことで、まあ、とりあえず乾杯しましょうか。あ、乾杯。毎度イエーイ。ういはい、テイクです。ういテイクです。あ、マスク。いやちょっとね、うちのお店今、はい、インフルエンザとか流行ってて。じゃあもうね、なんかそのやめてほしいんですよね。そうそう、ちょっとマジで病原菌が今すごいのね。不特定多数に移る菌、多分普通にうちだけじゃなくて全体的に、まあ、あるでしょうね。そういう時期なんかね、まあ、あるでしょうね。今1月2月がきついからね。溶錬菌って何なの。知らない。溶錬菌は僕初めて聞きました。溶錬菌は僕ちっちゃい頃かな。俺ね、調べた、調べた。ありますあります。ほんなら子供がねかかるんだよ。そう、え、そうなんですか。子供すごいかかったもん。しかかからないわけじゃないけど、子供がかかってちょっとなんか、はいはい、みたいな、おっしゃーみたいな、くちゃーみたいな。え、じゃああんま成人以上に腕切って、腕切って、はい、なんか輸血して縫い合わして治るみたいな病気らしいんだけど、うん、ダンチ来てる。 え、それヤバくない。ダンチ来てる。ダンチやめろ、ダンチやめろ、ダンチやめろ。でもそれ、どうですか、まあ、大人だったらってことですか。いろいろ、まあ、あったんで、はい、まあ、その溶錬菌の詳しい症状は知らないから、はい、あの自分たちウィキペディアなんか調べてください。知らない人は調べていただいていいですか。とりあえずそれで休みです、はい、ってことで、ね、まあ今週は、はい、もう一生ないと思うけどこの4人で一生ない。いや過去、ね、多分ないと思うよ。初コラボすぎて過去歴代の視聴率とコメントの悪さを叩き出すかもしれない。そうね、やばいな。分かんないけど、だから3人の腕にかかってるよ、はい、正直それやばいですね。俺も別に毎週出てるから何も変わらないから、はい、やっぱ3人がレギュラーメンバーですからね。1人はそうだから3人がこう視聴者をこうグッて引き寄せるような、つかめるようなやっぱトークやったり、っていうのをやっていこうかなとは思いますよね。そうそうそう。いや本当放送中止考えた一回マジで。そうそう。放送中止はね、よく言ったな。あ、みつるさん言われてますよ。おいおい、みつるって言われてますよ。
ね、ありがたい話ですよ。コメントありがとうございます。あの、みつる、大地、あやと、ですけども、はい、まあ、どういうふうにフリータイム、フリータイムじゃないですか、フリートークで。コメントがやばいやつが一個来てる。まあ、じゃあ、いいよいいよ。だから、例えば、その自分の、僕は誰々です。こういうふうに、なんか生きていきたいですみたいな話とかも全然してもらって何やる どうしましょうか今日は。じゃあ何でもいい本当になんかみんなにみんなにフリートークでなんか要はこの、はいはい、初見の人からしたら別にこれが普通だけど、はい、あそうです、ね、常連さんたちからしたら、はい、もう全然てめえらてめえらレギュラーメンバー、はい、レギュラーメンバーも入れずにすげえ知ってるだからヒロめっちゃ頑張ってんじゃんで終わっちゃいます自分のなんかアピールポイントでもいいしああなるほどなんかいいとこなりいいんだよねいいとこそう今年の、うん、何抱負なり何でもいいよ何でもいいあでも、ね、誕生日近い人とかいたら誕生日ですとか言ったりとか何でもいいけど誕生日近い人そういうのでもいいじゃないですか水さん僕はね8月誕生日なんで今のうちからちょっと貯金貯金バースデー貯金はい僕も今のうちから僕貯金して自分のバースデーには、はい、湯船を水素に変えるあの水素をなんかあの家電もうすいませんすいませんね本当にちなみにあのみんなには言ってるんですけど三井さん団地ってコメント来てますからねおい団地団地ってどういうシャーシャーをくれってなんかねチュンポンとか言われてるあのいつもあのスーツを着るんですけど、はいはい、ジャケットを羽織るんですけど今日違います今日は、はい、ちょっと可愛い系で攻めてみようかな32歳っていうことでテンション上げて32歳可愛い系で攻めてみようかなと思ってただただいつもの髪型だとちょっと違うかなと思ってちょっと髪を上げてみたんですよああいや気分転換的なはいいつもと違う感じにしますの話長くない喋らせてくれよ30もうその5時間喋るぞほんならそれだって何回出してんのそれ今見てる人が何回出してくれてるんですかそれを今見てる人が聞いたところで、はい、だから何まあ初見さんからしたらそうですよだから何言ったんでしょじゃあこの角度がいいらしくてあそうっすねあ、はい、あがしかしありがとうございますがしかしでこっちだとあハゲやなハゲてるやハゲてるやみたいなすごい今日ね見せて言われたちなみに本当にこれ、はい、ナイトチューブさんたちが笑ってくれなかったら、はい、クソつまんない放送っていう待ってそういうことそれ基準なんですかちょっとじゃあスタッフさんが笑っていただけなかったら俺らは、はい、俺らいつもやってる時は、はい、もうスタッフも笑わせないとダメだなと思ってるから、はい、あーなるほどそれが直の笑いじゃんだってずっとさこの映像中のやつだから、まあそうですね、本当に笑ってくれてるか分かんないんだ、ね、俺らはまあ確かに生で見てだから俺とかいつもスタッフの、はいスタッフの顔色を疑ってる俺はいつも、はい、スタッフさんの顔色を疑ってボケて笑ったらあいいなそれでよかったんだただしそのスタッフさんの笑い声は入ってないからなじゃあ入る入ってんのだって聞いててどんくらいクスクスは入るいや結構普通に笑ってくれる時は結構はい入りますよ今日今んとこまで一回も笑ってないから、はいはい、俺がそうだそうですよねそうですよ完全に笑ってませんからねえ言えたらスタッフさんを笑わせたら俺らの勝ちみたいなこれはいいその時の放送はスタッフがいっぱい笑ってればあそうだ要は万人受けしてるもうあのスタッフさんが笑ってくれてるのであればリスナーさんもおそらく笑ってくれているであろうそうだそこをということででしょうね、でも僕、ね、あのちょっと一個記憶なんですけど、はい、あの前にナイトチューブ出た時に、はい、いや時計時計止まってる時計すげえさそうそうあのディスチューブやってるんだけどCM とか入れます時計止まってる起きてっからさなんでシュガーヒロの時だけ時計止めるんですかあれじゃないでしょ止まってるやんあれじゃないでしょいや今のね今のあれも入ってないでしょ今びっくりしちゃいます今あれって聞いた人いますか聞こえたら聞こえたらあれって聞こえましたってコメントくださいねいやでも絶対今故意的っすよね故意的なんですか今戻ってる100波そうね出ましたよ、うん、戻ってる100波じゃあ今ちょっといつもよりペース悪いからちょっとコメントとかはいはいああやばいっすねこれはねなんか前に僕ポケットの無駄にさせないでそれやばいじゃあ Wi-Fi 繋いでくれ確かにぜひ確かに
え、それで月の月額上がるんだったらすいません。でも頼む、頼むから毎週やってるから Wi-Fi 繋いでくれ。ただし、ただしそうまでして見てくれてありがとう。ありがとうね。ありがとう。さすが、さすがみつるさん。それは本当にすいません、本当にさすがみつるさん。いや、僕のせいではないですよ、本当に。いや、でも今日ちょっとマジで過去最高記録叩き出しそうだから、ちょっと頑張ろう。ちょっと、本当にね、見てください、本当に。じゃあ、まあ、別に、みつるさんとか俺とかは、まあ、まだ馴染みが、ね、あると思うから、はい、ここは、ね、の、ここはそうですから、いいとこを、いいとこをなんかちょっとこう、あれしたいなと、せっかく出てくれてるから。まあ、なんですか、1年経つか経たないか。なんなら、ハヤトは、純粋さんに、出禁になって言われてるけど、今日俺が、まあ、いないから、連れてきてるから、今日ちょっと結果見せてくれ。今日結果出せば MC の、うん、MC の権限で、そうだ、今日お前が結果出してくれれば別にこの出禁もあの解消されるわけ。結果出して、ね、まあ、前回滑りまくってましたからね。そうそう、結果出して。前回どういう感じだったんですか。いや、前回滑りまくりすぎて、はい、あのジュンスさんにお前当分ないなって言われた。なるほど、マジで、はいはい、基本的にジュンスさんと僕で決めてるって思ってるかもしれないけど、あの人が全部決めてるから誰を出すとか。あ、そうです。そう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 。そうっす。で、あの人が、あ、もうこうやってダメだなと思ったら、もう一生出れないから。なるほど。そう。あと、あとそこで初めてスタッフさんが笑ってくれるのね。な、なんなんですか。で、いや、嫌だ、嫌なんですけど、なんか。そう。で、おらんからゆえ、今、こう、デキン食らったやつも出せれるわけだから。デキン食らったやつ。あー、ジュースの、あの、休みだから、ね。僕ら4人は、溶連菌にはかかってませんから。はい。溶連菌、健康ですから、僕らは。だから、ちょっと2人のなんか、こう。なんか、あの、ね、エピソード的なやつ聞かせて。若干してるんですって、すごい知ってるやん。ちょっと待って。俺がめっちゃ好きなの。ストリートファイターやってよって。いや、ストリートファイターやってよ。え、前、でも俺前やったんすけど、視聴者からそうやって来てるわけ。え、しかも多分ストリートファイターやってよは多分、はい、2部のあの10がいいんだよ。いいんだよ、そういうの当てなくて。僕ら出演者ですから。あの、この前もやってくれたやつ、エピソードトークを聞かせてる。多分やってないんだよそれ。あ、エピソードトークですか。いや、なんかあのストリートファイターやってって。でもいるです。いや、テンションアヤティやってよ、もう。あ、できるよ。やって。テンションアヤティー。お前それ、テンション高乗りのパクリやん。お前それ、パクリやん。自前のやつやってよ。オリジナルやつないですか。シャに構えんなってやってるよ。誰、俺かな。ああ。ね、もう、後で、もう。一発芸みたいなってこと。一発芸だったね。あ、一発芸大会、ね、もしかして。じゃあ、大会しない。お店では見せられないような姿を見せていけばいいんじゃないかなとか、なんかそういうの、意見としてはある。じゃあ、お店での振る舞い方とかでもいいよ。いや、僕普段はこういうキャラでやってます。なるほどね。あ、はいはいはい。でもいいし。普段クール系でもいいし。本当は、こんな人間なんですけど、お店ではこうしてますとかでもいいし。なるほど。ちょっとなんか、自分のことを伝えていこう。かくちゃん、かくちゃん。あの、東京ゼロさんの人ですか。え、それみつるさんのことっすよね、多分。僕のことはもういいんですよ。もうね、もうあの、余生で生きてる人間だから。もう君ら若手がやっていかないと。そうですかね。ね、唾も飛んで吹かれてるぐらいのね。え、こんなみつるさん、僕たちにあの、はいはい、やっていただいて舞台を振ってもらえるんですけど。いや、起きてっから。いや、もう送って、うん、大丈夫って言って、送ってくる人がすごい同じ人なんだよね。なんか、ね、あー、担当になるとどうなるとか。うん、俺は眠いよ。なんかね、あの、頑張って起きてるから今この時間帯じゃないと聞けない質問には答えますよ。あれ歌ってよ、マジ歌、マジ歌、マジ歌、カプタ歌ってってマジ歌。ゴッドタンでやってないんで。知らないか。あの、それが終わってから毎週録画するようになって。元気出ないから、元気ちょうだい。元気あげる、あげる。おお、みんな頑張ろう。やば、あげる。週末までみんなで、ね、頑張ろうぜ。これ元気だけはフリードリンクなんでね。うん、元気だけはタダでやれる。え、ニベア絶対俺や。ニベア絶対俺や。何か、何かないですか。お前そんなにさ、なんか残してんだったらやってくれや。いや、僕いっぱいありますもん、ニベア。あ、じゃあもうよろしくお願いします。そうですね。ニベアは正直あのなんか前カラオケなんちゃらとかあったじゃないですか。そうですね。それやったらできたんですけど、あのそういうあれじゃないんだけど。そういうあれじゃない。
あのなんかニベアの CM になってる僕の大好きなアーティストも、あ守りたい、まあ、知ってるやないですかどっちも。はい、ってことで CM を一回やります。なんでうちを選んでくれたの？月給26万3ヶ月サポート。新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい。君たちやっぱりロビジュだな。開ける前に、いやちょっとアピールしたくて、あの本当はカメラのめっちゃ前に出たかったんですよ。えってカメラだった。いやもうこですよ。いやもうこのまだ始まってねえ。この辺カメラどっちなの？まだ CM だよ。あ終わりましたね。あはい。ミーティング時のモノマネって何？これね分かんないんですよね。何のくだりなの？みつるさんミーティングの時のモノマネお願いしますっていうコメントに。初めてお答えしますけど、ミーティングの時のモノマネって、まあ、とりあえず、はい、あれだよ、一回自己紹介しようよ、みんな俺以外改めていきますか、ね、あ、まあ、ヒロさんは、はい、ちょっと狭いんだけど、ちょもうちょっと弱さ使ってくんない？こんなね、切り替え、いやいや、マジで、いい感じですよ、でもほんま狭い多分、あれっすよ、みつるさんの方が、うん、狭いっすよ、もうちょいそっち行ってじゃあ僕からいきますね、あの、はい、違う部屋一部副主任、やらせてもらっています、なあ、みつるです、よろしくお願いします、お願いします、はい、何歳ですか？この33歳です。はい、白いやつか。じゃあ次ジージ、ほい、あ、俺シュガーヒルで約1年やってます、はい、大地です、お願いします。はい、何歳ですか？何歳ですか？25です。はーい、はい、はい、コーミングしたらどうぞ。何？いやいやもう、はい、終わったんで。あ、終わった？はい、終わりました。はい、どうも、巻きでね、シュガーヒル一部マチンマルって言ってるわ。あやと、通称あやてぃーって言います。はい、あの、岩手県出身、28歳、独身です。みんなよろしくね。はい、おー、角度いいね、なんか俺もやろうかな、やっぱこんぐらいのことをやってほしいわ、ね、あの、若手にはそういうことをやってもらいたいですね。そうね、はい、口回ってます。あー、それアイボンじゃない、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 若い手には本当にその体を張って前に出ていただきたいですね。まあもう若くもないけどね。あ、若くないっすね。もうね、ここでもまあだから俺が一番年下やから。若いから。いや、ヒロさんが一番年下なんだよね、この、うん、ね、マジこのすごいのがすごいすごいのが年じゃないっていうのは一番すごい。すごいね、そういうの欲しかったわ。いやいや、セクシーさとかね、まあ、これから身についてくるジャスティス。これからね、皆さん、今のはゆるいっす。今のはゆるいっす。本気のやつやって、まあ、だって僕のあれですよ、だって、はい、出会った頃は19歳と26歳ですからね、うん、そうそうそう、みつるも若かったよねえ。27ぐらいじゃん。言うて666。いや、7じゃない。7ですか？うん、いや、若かった、うん、本当にその頃の記憶はない。俺が入ったばっかりんだけど、みつるのなんかクソみたいなやつだったから、マジで。どうだったの？どんな感じだったの？席ついても話してくれないし、なんかずっと自分のお客さんとずっと喋ってるだけで、何話しかけても、うん、みたいな、お前面白いそれみたいな感じだったからね。マジっすか？そうやで、
で俺が何回も何回もしつこく席ついて、で、うん、お客さんとみつるさんがいない間に俺がお客さんとバーって仲良くなって、うん、それでお客さんがいやこの子いい子だよみたいな、あ話してあげたらみたいな、そっからあそれで打ち解けたみたいな、そうやね、マジマジ、え、じゃあ要はヒロさんパワーってことですよね。いや違う違う、クソみたいなやつだったでもどうなんだよ僕は入った時はみつるさんすごいできる人なんだな、だからもうだからそれはもう最近の話やなって、はい、俺が入った時はもう4、まあ、5年、まあ、4、5年前の話、4、5年前、ね、いや生きてっからそっから、さ第一度はみつるさんめっちゃ、はい、あ、なんか似てるとこあるっすね、行動的にしないっすか、なんか第一のみつるさん、うん、食の好みが、食の好みはすごいあるんで、すごい似てるという、何が好きなの、パクチー好きなの、パクチー好きっすね、パクチー大好きめっちゃ食いつけやねん、パクチー大好きだよ、パクチー好きなの、いやパクチー好きな人いる、マジで、これのリスナーさんでもパクチー好きな方がいたら、いやマジでちょっと語りましょう、いかにうまいか、え、こっからいかにうまいか、え、あっからあん肝とか好きなの、あん肝大好き、あん肝大好きだよ、へえそうなんだ、あとは、え、あとはでも大好きといえば あれだよ、なんだい、イカのやつとか、なんだっけ、イカのやつ、イカのやつ大好きだよ、イカのやつ、イカのやつって何、イカは好きですよ、違う違う、言ってしまった、イカのやつ大好きだよ、イカなんですか、イカのやつ大好きだよって言ってしまった、なんか塩辛とかですか、内臓みたいなやつ、なんだっけ、あ、塩辛でしょ、いや塩辛じゃないですか、塩辛じゃないですか、まあいいや、いやいやじゃあ MC が飽きちゃったらもう結局なんかダメだ、枠がなんかおかしくなっちゃう、じゃあ俺なんかもうこう、うん、今日はさ、はいはい、なんだ別にそんな何気合い入れてない、気合い入れてない時じゃなくて、じゃあもうあれだよ、あれってなんだろう、なんだろう、だるというかその、うん、なんかもうちょっと疲れちゃったみたいな、まったり放送ですか今週は、いやいやちゃんと喋ろうよ、いやそういうのは喋りましょうよ、じゃあえ、あやてぃ、みつるさんのモノマネお願いします、喋りましょう、俺みつるさんのモノマネだったらすげえ自信ある、やってやって、あ、お願いします、やっていいですか、はい、よやって、3、3、2、2、1、1、はい、はいはい、まず初対面の人につくあの、はい、モノマネします、そう、初回にってこと、あ、初回に、初回のお客様に、じゃあ初回のお客様に、初回です、いきます、どうも、いらっしゃいませ、どうも、みつると申します、みつると申しますっていう感じなんですけど、それが、え、ちょ待ってです、ちょ待って、待って待って待って、続きがあるんですけど、続きがあるんですけど、あの、みつるさんは僕と一緒に着いたら、はい、僕写真名刺なんで、みつるさん写真ないんで、僕が写真名刺渡したら、いや、僕も写真と全然似てないんですけどって言うんですけど、でもみつるさん写真ないのにそれ言うから、それを、ね、これ本当に、本当に僕が言わなかったら、彼から、うん、あの1回につき1000円もらえますんでやったらね、はい、マジっすか、やったら、はい、え、それちょっと僕もミーティングの時のモノマネって何なんですか、ミーティングの時のモノ、これじゃあいきますか、何どういうことですか、みつるさんミーティングの時のモノマネお願いしますけど、何なんですかね、朝あんまりコメントに対してトークすることはないですけど、ミーティングの時のモノマネじゃないの、視聴者激減してるってやば、あのね、すごい ねやばいじゃん、言ってくる人がいるんですよ、一人いや、それディスられるよ、こんなディスって誰が見てるか分かんないよ、いいよ、いいよ、ちょっと聞きたいんで、ちょっとそのディスりはね、すごいっすけど、ミーティングの時のモノマネってえ、でも、だってあります、別に普通じゃないですか、え、でも僕視聴者の人は分からないわけじゃない、僕できますよ、じゃあね、やってじゃん、いいよ、じゃあね、じゃあ、それやって、それをやってほしい、やってぜひ、ちょ、やってやって、はい、よろしく、じゃあ、ヒロさんが、うん、他なんかある人いつものミーティング仕切ってるからね、はい、じゃあはい、他ある人、はい、お疲れ様でした、おお疲れ様です、お疲れ様です、いや、まんまやまんまミッテルさんや今日もね、人数少なかったんですけど、うん、しっかりみんな席回りとかあのやってくる意識っていうのはちょっと足りないな、あと飲みもちょっと足りないなと思って、うん、その辺しっかりやってもらえたらあのすごいよりいい店になってくる、うん、だからそれ別にモノマネっていうかみんなが言うやんそんなこと、あ、ちょ、あの しゃべり方の何も伝わらないし、喋り方の何も伝わらないし、リスナーさんにちょっと伝わらない、大丈夫です、喧嘩はしない、あとあの、何があります？あの他人を、はい、コメント拾おう、拾うよ、ちょうだい、はい、何
りコメントいきましょう。一回ね、あの喧嘩は拾ってないよっていうの俺一回拾ったんだけど、コメントを拾いましょう。これからが、いや多分ヒロさんが締めないと、うん、締めていかないと、まあこういう放送になるよって無駄になったのが、そうそうやばいよっていう、そうやっていこう。みんな自分のことだろ。はい、あ、言ってまんま来るな。あ、言ってすごい、なんかやりやすい、やりやすい、初回かなみたいな。どうしたらいい、どうしたらいい、地元どこなんて言うの。青森ですよ、青森青森ですよ、青森の岩手の新潟の、いや、なんで、え、全部言う、全部言う、やめなしてや、全部言う、やめなしてや。君らが思ってる以上にもう時間はないんだよ。あと5分ぐらい、あと5分ぐらい、あと5分しかないんだよ。え、じゃあ、あと5分ですか。あ、待って、ちょっと新潟、じゃあもうラストだくらいで。新潟はね、出てくる人多いんだよ、本当に。新潟県民結構多いの。そう、すげえ、あ、長岡な、長岡の友達はいる。ほらね、長岡の今後いますからね。長岡の友達はいるけど、俺専門学校美容学校だったから、そうそう、え、そうなん、はいはい、東北、おい、やめろや、やめろや、東北勢じゃん、東北なんすよ、ホストは東北出身の人間が多いんですよ。知らんねん。そうなの、だから知らんすよ。なんで、なぜか、なんでなんですかね。その、え、例えばさ、仙台の繁華街に行くのか、ライアリアル、札幌に行くのかって言うぐらいだったら東京に来ようっていう人間がすごい多い。どうなんだろうね、これは。でもそうなのかな、僕の経験だ。寒いとこのやつ話も寒いとか、うっせぇ、めっちゃおもろい。お前うっせぇよ、さっきから俺知ってんだよ、知ってんだよ。なんか俺をね、ディスってくれ。大丈夫大丈夫、二人きりの時に温めてやるから。確かに滑るのうまいもんね。だからもうす、まあ確かに。いや、足の裏にボード履いてっから。そう、スタッフ全く笑ってないですから。スタッフさん、なんか僕スタッフがね、何も笑わないっていう。これ放送終わった後にちょっと本当に、ちょっと本当に新たなミーティングが。間が投げってどういうことなの。何、何の間、これ多分僕のことなんじゃない。どうなんだろう、わかんない。間が長いって、でもね、すごいんだよ、間が長いってやってるやつ。俺がね、喋った時に、すごいディスってくるやつが間が長いって言ってんすよ。あ、そうなんや。え、大地やっと起きた。いや、ずっと起きた。やっと起きた。とりあえずもう1分前か。もう1分前だから、あぶねえ、乗り切った、あぶねえ。今日、どうなるかと思ったよ、マジで。おー、マジで、あいつ、全責任が俺に来てたから、今日は本当に。これでマジでもうあれやで、休み明け土曜日店行って、え、ジャスティスか。今回めっちゃ急の人、前回めっちゃつまんなかったとか言われたら、もうめっちゃ俺のせい。これはきついですね。きついですね。いや、きつかった。はい、ってことで、もうすごいってことなんですけども、あやとの、あやとのストリートファイターで締めよう。はい、やって、どっち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 、あー、こっち、せーの、はい、すげー、アイゴー、アブラカー、ハドウキン、ハドウキン、来週もよろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。